はい、皆さんこんにちは。ギタリストの関秀樹です。近頃インスタなど、SNS でギターの弾き語り動画をアップされている方多いと思うんですけれども、この動画では簡単にギターの伴奏クオリティをアップさせる、いくつかの方法をご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今回はストロークを中心に僕なりの考えや方法を、ご紹介していきます。ここではあいみょんのマリーゴールドの伴奏という、想定でやっていきたいと思います。ダウンアップストロークの特徴はですね、こんな感じにアップストロークが、この高音源をしっかりガッとね、捉えられるとすごくきらびやかなねサウンドになっていきます。このダウンアップストロークを、上手に活かせるコツはですね、まずこの腕の軌道なんですけれども、右肩から落ちて右肩に戻るというような軌道を描けるといい音になるんじゃないかなと思います。これが左肩の方にこういう感じで弾いちゃう方は結構多いんですよね。でこの時にこのピックの当たる、面ですよね、意識してもらいたいんですけれども、ピックっていうのは正面から捉えればこんな大きな音がします。で仮に角度をつけると、縦に角度をしましょうか、こんな感じですね。まあこんな風にそのピックがどう通っていくかっていうのがすごく大事なんですけれども、ゆっくりやると僕はこんな風な感じでピックが弦を通っていきます。こういう角度ですね。でアップの時はこんな感じですね。先ほども言いましたけれども、こう左肩に返るようにするとピックの面がそのまま弦に当たっていくので反発が強くなってしまうんですよね。なのでちょっとゴツゴツした音になってしまうと。なのでシュッとダウンストロークしたらシュッとこんな感じです。でアップストロークの時はギターに対して水平に返さないです。要は6弦まできっちり弾く必要はないです。アップストロークの時はアップストロークの大事なのは高音源がきれいになることなので、低音源までしっかり弾く必要はないです。ただ、ボリューミーに弾きたい時はやはり全部の弦をダウンアップで弾けるといいですね。ですね。こんな感じです。実際は水平だとこれですね。ではなくてちょっと角度がついてますね。で今まあなんとなくやってますけど、このダウンストロークの時にもジャーンとまあ振り抜くのもいいんですけれども、ちょっとこうグリグリグリっと、まあそこまで力は入れてないんですけれども、こんな風に時折こうピックが一本一本の弦を捉えるような形でこんな風に弾いてあげるとサウンドがカラフルになって、いい感じかなと思います。もう一度やってみますね。次に、ダウンストロークですね。では、マリーゴールドのサビの部分を、ダウンストロークで演奏してみたいと思います。
ダンスロックの特徴は、このように、力強いリズムが特徴なんですけれども、まあ上から下にこう弾いていくことになるので、このピックのスタート位置が、まあこの低音源ですね、まあ、低音源が中心に弾かれていくので、このように力強いリズムになるという感じですね。また、ダウンストロークの8ビートはですね、このズンズン感を出すのに、すべてこうはやらずに、こんな風にメリハリをつけて演奏するとより効果的です。ダウンストロークの8ビートは、16ビートにね発展していくんですけれども、16ビートってやっぱりちょっと難しいんですね。なのでまずは8ビートを作って、ダウンストロークで8ビートを作って、このようにこう作ったらこんな感じですね。ドンドンダンダパドン、少しずつトントンタンタカ、2拍目の最後の部分ですね、下から上の、アップストロークを混ぜてあげると16ビートに徐々になっていきます。8ビートと16ビートの弾き方の違いなんですけれども、8ビートはこのように1拍に2拍のリズムを入れるときに、同じぐらいの音量感で演奏すると8ビートらしくなるんですけれども、16ビートの場合はこのような形で、1拍に、まあ、4つリズム入れるんですが、こういった音量感ですね、チャツツツチャツツツチャツツツチャツツ、まあ、こんな風に弾くと16ビートらしくなっていきます。16ビートを8ビートの、ストロークで弾いてみるとこうなります。はい、ストロークのお話をしてきましたけれども、音を伸ばすとか、音を切るっていうのも、ギターの演奏の上ではとても大事ですね。音を伸ばすっていう時に、まあこんな風に弾くこともあると思うんですけれども、チャラーンとこう綺麗に伸ばしたいとかね、アコギらしさを出したいっていう場合には、こう直線的にストロークをするんではなくて、こんな風にこう書くように演奏してみるのもいいかもしれません。このブリッジ側に向かってこう描くのと、ネック側に向かってこう描くのとちょっとサウンドが違いますよね。ちょっと遠回りしてるので、この弦、ね、一本一本しっかり捉えて演奏することができます。ブリッジ側に行くとこういうきらびやかな音、ネック側に行くと柔らかい音になります。そもそもギターはですね、この弾く位置によってサウンドが違うんですね。例えば、このブリッジ側で弾くとこんな感じ、ちょっとカリカリしたような音ですね。ネックの上で弾くとこんな感じの柔らかい音になって、低音がね多く出てきますけれども、まあ基本的にストロークやるんだったらこのホールの、真ん中ら辺でいいと思うんですけれども、場合によってはこんな感じサウンドのキャラクターを変えて演奏するのも面白いですね。で、音を切るとき、例えば、マリーゴールドのイントロ部分ですね。ミュートするときにはこの手のこのニグの部分でしっかりミュートしてあげましょう。まあちょっとね、ミュートが甘くなっちゃうとちょっとかっこ悪かったりもするんですが、しっかりミュートできるようにするといいと思います。
それでは、今までご紹介した演奏方法を、ちょっと組み合わせて、ワンコーラス弾いてみたいと思います。まあ、演奏する前にちょっとこうね、作戦練っておくといいんじゃないかなと思います。例えばイントロは派手にいこうとか、その後、まあ、イントロ派手にいった分 A メロはちょっと落とそうとかで、 B メロでちょっとオープンな感じになって、サビはまあこう賑やかにね、リズム出していこうとかね、そんな感じでやってみるといいと思います。では演奏してみたいと思います。